今日もたびたび後輩票が飛び出しています。予選2日目の G1 トランプリブローズ開設65周年記念、現在スタートライン上では風はほぼ収まってきています。予選競争9レースの開始です。対戦メンバー1号艇静岡矢野蓮氏、2号艇埼玉亀田聡、3号艇三重坂口恵、4号艇岡山平尾隆則、5号艇東京山田哲也、6号艇広島辻栄造、以上の6名です。このレースも交差する動きはありません。1コースに1番の矢野が入ります。ここは絶好悪な一内戦になりました。1番の矢野、前半戦は2着としましてのこの1戦です。2番の金田が2コース、そして3コースに3番の坂口、ここまで序盤の2走は結果出ていません。まだ連帯なくというところ。一方4コースかどうか、初日はマフリと逃げで連勝スタート、4番の平尾がサブ位置です。5コース前半戦はマフリ出して勝ちました5番の山田、6コース6番の